はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2020、サクセスパワフル農業大学の4年生後半編をやっていきたいと思います。現在能力はこんな感じです。別に強くはないよね。で、特殊能力を全然見てなかったので、ちょっとコツをいくらか手に入れてあるので見ていきましょう。走塁1か、取れなくはない経験点だけど、あ、でもさ、これって DCBA って上げていかなきゃいけないんだよね。そう考えるとかなり経験点使うな。怪我しにくさか、怪我しにくくなる。ペナントマイライフ。サクセスは怪我率下がんないのかな。後でちょっと見てみようか。まだ今体力マックスだからね。でパワーヒッターとかプルヒッターとか、こんなん直取りは絶対無理だわ。流し打ちは2、3欲しいね。まだもうちょっと置いておきますか。粘りも置いとこう。へっすら安いね。安いけど欲しいわけじゃないから、まあコツを手に入れるかもしれないんで、これも置いておく。ムード、あ、ムードはいいかもね。取っちゃって敏捷級の精神がね、やっぱり余ってるよね。まあ余ってるっていうか経験点が多い。プレッシャー欄もどうしようかな。ちょっと置いとく。ダメ押しとか、何ラインドライブ、ライナー性の打球が出やすくなる。これはアベレージヒッターと併用するといいかもしれないね。まあそんなところで今日は練習をしましょう。さて、春だから継承選手登場。森林調査やってみようか。お、上がりがいい。評価で、ちょっと練習を見て、なんかこれだっていうのがなければデートをしようかなと思ったんだけど、肩ってさ、こう技術が多いね。敏捷と筋力意外に少ない。どうしようかな。ちょっと評価を上げつつ、種を植えよう。チューリップの稲穂ちゃん、何気にまだ好感度マックスじゃないからね。ラブパワー。愛は幻、あるいは思い込み。たとえそうであったとしても、消費するのは体力が減少する、消費する体力が減少し、練習の効果は増大する。なんか悲しい説明だな。ていうか俺も死にそうなんですけど。メンタル、メンタルはだからもういらないんだよな。ちょっとデートしよう。ラブパワー中のデートとか全く無駄だな。カラオケ。なんかさ、なるほど。俺も人目ではね、そんなにくっつきたくはないけど。へへ、そうだ、デュエットね。かわいい。稲穂って呼んでるんだ。ムード丸ついてるから俺。そうなの。ここはね、自分よがりではいかないっす。見送る。ごめんね。気にするな。ありがとう。じゃあね。ここで別れんの？部屋の中で。別にいいけどさ。あ、さよなら男とか大丈夫かこれ。大体別れるとさよなら男手に入るじゃないですか。はいはい。上級生 VS 新入生。そうそう。新入生の指揮は監督。いい？おお、なんなのさ。これ。ふん。な。先輩たちに勝ったぞ。俺たち弱えな。くそ。大したことない打球でも野手の苦手な位置に飛んでいる。それにさ。そうだね。
俺たち一応全国制覇してるんだけど、チームワーク強化でいいんじゃないですか。そうじゃな、やろう。よーし、ありがとう。監督許可は上がった。守備職人やったぜ。って言っても俺ファーストだからな。さあラブパワー中、ラブパワー中の筋力ハートがついてるけど、なんかどれだけ経験点が上がってんだかよくわからん。特に体力を回復してくれるとかそういうのはないのかな。いや怪我率が若干ある。よし、ここで怪我しにくさを取得しよう。6、9ね、まあ、上2つ6、9、7、7、6、9、7、7で野手能力、怪我しにくさ CBA まで持ってっちゃおうか。どうせだったら6、9、7、7変わんねえやん怪我しにくさは変わんないことが分かった。6% かやろう。ジャキーン。やったから俺筋力が欲しいんだよね。おお、くれ、はい、これありがとう。パワードリンク現物支給なんだけど。あ、そっか、回収できなそうだな。飲むか。あれ、そういえばさ、持ってなかったっけパワードリンク。ガブ飲みしよう。よし、完璧だ。これで小麦、いや、ここ水をあげなきゃいけないのか。チューリップ、チューリップは回収しよう。ワラビーもいるし、走塁レベル3。結構さ、ラップは長くない。そういえば35。やっぱ水あげないとしょぼいよね。そうだ、練習効果がもっと思った。やる気も下がった。まあ、それそうか。あ、小麦無理っぽいな。水あげてだって次練習ができないからね。ワラビーメンタルガール、そうか、ここでメンタルやってで回収すればいいのか。メンタルやってワラビーからコツを回収して選手能力10、精神的支柱がついたワラビーに。まあいいや、俺のムード丸よりは上位だからな。いや、よかったら、いや、精神的支柱くれよバントにで試合か。ちょっと能力、パワーがマジで少ない。チヨシ、これでいくか。2万円なんかないかな。一回金が入るんだったらパワーバットとか、あとちょっと一回バイトすれば買えそうだな。さあ今日は練習試合か。みんな二人とも以上よ。イエーイ。今日の対戦相手は六面大学。あ、こいつらか。長野2日以上前から急所入りしてる。たかだか練習試合のために。サークルチェンジは打ちづらい。シュート、変化球中心だよねこいつは。ナックルカーブ、厄介な。こんな変化球だったっけ。スライダー、オッケー。能力的にはね、このくらいの能力があればまあまあまあって感じ。スライダーだな、やっぱり狙い目は。どうだ、少し芯を外した気がするけど OK。 お前スライダー打たれてんのにさ、
よく投げる気になるな、そんないっぱい。あ、スタミナがなくなってる。これはちょっと嫉妬を狙うのもいいかもしれないけど、普通に狙おう。ゲッめちゃくちゃ点取られてるやん。なんなん。いや、まあ練習試合だからいいけどさ、これを教訓にちょっとピッチャーとキャッチャーもうちょっとなんとかしてくれ。キャッチャー丸とかついてんのかな。ついてなさそうだな。あいつにそんな繊細な感じがしない。俺のおかげだぞ。5打点も取ったんだからね。スカウトさん評価11しか上がらない。やべの経験値がすげえ。あ、アイテム調達スキル。試合に勝利するたびにランダムでアイテムを持ってくる。待って、早送りをあれにしちゃったよ。誰かがな、あ、小悲しささやき戦術。いや、球界の頭脳とかは無理だよね。アイテムゲット。やった、パワードリンク。え、2つもくれんの。敏捷強化指南書。やべ、超いいんだけど。はあ、雨か。雨の作物段階はいいよね。ちょ、植えるだけ植えたいね。そうすると小麦ばっかだな。スイカ植えるか。やべ、へっつらくれそうだな。やべは、へっつら潰しとくか。おっすべよ。走塁骨やった。さて、継承選手、継承選手とかさ、なかなか評価上がんなくないっていうか、デートしよう。どうなの今のこのデート状況。なんか金徳とかいつくれんのっていう。よーし。あ、遊園地とかすげえ金使いそう。ジェットコースター来るよ。コーヒーカップ。あはは、でも高速回転。そっか、でも、あ、ごめんね。そんなことないでしょ別に。うん、そんなことないよ。うまく言葉をかけてあげないと。えどっちやねん。いや、家族との時間も大切にしてほしい。でもありがとう。おお。妹にも手を出すのかお前は。告白非道だな。ん、あ、違う。いや、俺はもっとひどいことを考えていた。恥ずかしくって逃げ出したいよ。体力は回復した。絶対金取られるよこれ。盗塁電光石火。よっしゃ、2000円パクられた。遊園地で2000円は安い、安いもんだ。で、ちょっとパワー成長バット買いたいんで24,000くらいだったら一回バイトすればなんとかなるよね。なんか安定して金が欲しいからちょっと工場行こう。ここなんか7000円くらい入ったよね。そうだね。お、1万500円もはかどったからか。はあ、雨。あいつや、甲子園じゃないからさ、まだあれか、練習するのか。小枯らし、スイカ、小麦はもうなってるよね。スイカをちょっと水揚げしますか。その前にパワー、15-6でしょ。これを買ってどれくらい下がるか。極みじゃないからね、普通の成長バットなんで。
15の6が14の5、まあ1か、そんなもんだよね。2つ併用できるはずなんで、2つ併用すると結構いいかもしれない。で、木枯らし、まあ、コツがあるし、スイカもあるし、もうこいつレベルマックスか。ささやき戦術とかくれんの？マジで？え、じゃあ精神的支柱欲しいんだけど。メガロポリス。ちょっと言えてなかった。メガロポリス。シノギ。落ち着け。あいつ。よ。はあ。うるせえな。春の大会、お前らの映像は見せてもらった。ゴミはゴミだが、ちったマシなゴミになった。シノギ君。よ。まったく。そうね。いや。ま。いいか。まあいずれにせよ。ったく。こいつも細泣きに弱いのか。あれれ。俺はな。だって。やっぱりか。いやいや。何よ。それは。あ、いや。練習したくないって立てこもった。野球部が配布になりそうだった。なんと。逆病神。大丈夫だよ。そうだね。あれ？なるほど。なるほど。電光石火重すぎでしょう。盗塁、これ、そうか。盗塁をこれまた A まで上げないといけないんだよね。技術と精神がかなりある。ささやき戦術、取ろうと思えば取れるけど、いらん。キャッチャーではないからな。どうすっかな。だから筋力がマジで欲しいんだけど、怪我率も半端ないからな。あ、土作りって結構筋力もらえるね。一回寝とくか。夏は8月まであるからね。回収はまだ大丈夫でしょう。スイカってなんだっけ、筋力プラスか。ちょっと水あげとく。ここはないし、いや、ちょっと水あげとこう。育てスイカよ。ん、 TM スキルって何。あ、試合後にやるチームメイトか。チームメイトってことね。やべ、キュー道場。体力下がった。体力下がるのが痛いな。そうね、ちょっと前までは。なるほど。え、なになに、なんで階層に入ったの。いやそうなんだ。あ、なるほど、監督がやってたってこと。はっきり聞いてみる。違うとか言われた。ま、エゴなんだけどね。そうね。新入生チームとの再試合。だって思いは同じなのね。で、スイカが回収できる。怪我率は4。ちょっと他も見る。ワラビタックも別にそんなにすごいわけじゃないからね。そ
考えると小麦って精神か、精神はかなりあるからな。ちょっと一回パワードリンク飲もう。臨床強化しなしも使おう。銃これでスイカを回収する。打撃レベル4、スイカ回収24、体力32、でかい。で小麦を回収しよう。これ水大してあげてないよな。でも雨で育ったんだっけ。精神15、体力24。花火大会中止。まあ確かに花火大会って中止になるとさ、すげえ金が無駄になるんだよね。ねえみんな、はい、よし、手持ち花火か。行くぞ。ありがとう。いえいえ。そうよね。すみません。お、結構経験点くれたな。さて試合まではあと1ヶ月か。ではではでは、あれ、つゆきくんとかいう人とタッグが組めるけど、なんで矢部くんタッグが組めないの。矢部の経験値上げるか。ヘスラてか、ヘスラ持ってんの、そもそも。矢部くんチームメイト、矢部を見よう。矢部を能力詳細、盗塁走塁ヘスラだよね。え、走塁でも潰しちゃうとさ、盗塁がもらえるのか。それはいいなっていうシステムでいいんだよね。まず絶対いらないのがヘスラはもういいでしょう。これでかといって走塁を取る余裕がないから、一般人タック、なぜだ、やべえ、いい走塁だな。仕方されてし走塁、これでも走塁5になった。おい、もう分かってんのかよ。最後か、収穫的にはタックが組める。つゆき、小麦回収しておく。体力もねちょっと回復したいし、15、24、よし。意外に重要だね、こう作物を回収して。てか矢部くんとタックが組める。筋力やろう。ちょっと謎だな。10、トリックスター。ここはなんか走塁系が身につくね。ありがとう。すごいパワーだ。さすが矢部くん、すごいパワーだなって。リーグ戦決起会、うひょー、かなり豪華なとこなんだけど、都会のど真ん中。じゃあひとりだけはぐれるとか、こいつアホか。おい、これ、こいつさ、あ、知らない人にぶつかってこんな態度取ってんので、ああ、バカじゃねえの俺はな。え、お前は間違ってる。いや別に間違ってはなくね。まあ一理あるよ。弱いゴミは切り捨て、強いやつが集まって勝つ。あのな、いやいや、お、こら、おいおい、あ、ワンチーム、知るかよ。じゃあな。ふんだ。へえ、
美女5。東条くんとタッグが組めるけど、なんかこれ筋力本当に手に入んねえな。これはもう死んでしまうしね。あ、どうせだったらショップでドリンク買えねえ。ドリンクとかないんだ。能力の本か、高いんだろうな。対ピンチ×とか、あ、罰系買えるんだ、100円で。なんかそういう選手も作れるよっていうことか。今更だけど、ちょっと高すぎだな。バイトばっかりして金を貯めるっていうのも効率が悪いからな。ここは多分そういう高校じゃないんだろうな。てかドリンクは買えないんだね。じゃあいいや、痩せとこう。さてこっから試合で、パワー C は欲しい。やっぱりミート上げられんな。よし、ミート B。 これで結構で、ちょ、精神518とか、ちょっとバランスが悪いな。やっぱり来たでやんすね。よしよし、やるぜ。みんな二人とも以上よ。一緒でやんすね。今日の対戦相手はパワフル大学か。またうん、自分の操作でいこう。これがやっぱり多分一番打ちやすい。なりきりちょっとタイミングが変わるからね、アングルが変わるから。まずは勝利優先でこれを打つ。これはいかない。走れ。あれ、俺走塁どれくらいだったっけ。三塁では打てないか。負けは許されん。スライダー、スライダーはまあ狙えそうだったら狙っていこう。ちょっと嫌な球だった。これだ、一本取られた。点を取られた。これは外でしょ。ちゃんと球を見ていこう。スライダー真ん中に来たら打つ。なんかこれいかなそうだから走ろう。内野安打とかあると結構早いんだろうけど、ピッチャー頑張ってんな。お、変わってる。全スト。しまった、危ない。ストレート、これはいったね。2本打てばいいのかな。とりあえずあと試合経験点どれくらい入るか。スカウトさん評価、なんかスカウトさん評価どうなの今。変化球プラス勝ったでやんす。あ、お、そうかそうかそうか、アイテムか。ありがとう、マジで助かる。ビルドパワートリック、今さらだな。3個も持ってきてくれた。よーし、うん。え、ここで紅白戦やんの。いいよ。これお疲れ様。え、諦めずに食らいつくぞ。そうだね、 まだまだ。二塁から生還すればさよなら。残念。それは違うわ。
かなり経験点ってかなってさ、精神ポイントやたらくるの。逆境取るか。じゃあせっかくです。あ、チャンスが取れるね。チャンス100も使うんだ。走塁上げとこう。 A まで上げちゃおう。あ、でも電光石火も取りたい気がする。せっかくだから。アベレージヒッターは技術使いすぎだよな。初級も筋力を使うからね。満塁、逆境100も使うんだ。まあいいや、取ろう。ちょっときついけど、やたら精神だけ使うってないの？ない。必ず何かを伴う、取ろうとすると。で、筋力不足。わらび、やべ、走塁か。大して経験値変わんないよね。だって筋力でさ、28と15でしょ。タック組んで9と27だよ。果物収穫とか、また精神かよって感じだし、メンタルもちょっといや、コツが来てるけど、ワラビーだな。じゃあワラビー自体は、そうか、もう極めたのか。精神的シュークレオ、バンド、これ取っとくべきだね。あのでやんす。じゃあさ、うおあいやあ、でもいやいや、その大丈夫でやんす。わかった。筋力8で試合の前にミート上げてく。いや、チャンスな、チャンスを取ろう。チャンスの時に打つ B。 よし、これでなかなかいい感じじゃないか。クリアまで6周あるから、まだもうちょっと能力を上げられそうだな。てか守備系の能力がしょぼいけどね。だから電光石火取る必要なくない？総力とか全然なかった気がするんだけど。白原鹿島市学園、ロゼか。着火だった。 やべえの。ロゼはちょっと厳しいよね。バブルの打ナックルカーブか。2アウトランナー2塁という場面だな。ツーシームファスト。さあ次の投球狙っていこう。打った、これは強烈、いった。ツーラン。バブルノーダリードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で、ロゼってそっちに曲がるんだっけ。第2球投げました、打ちました、いい当たり、ライトへ上がった。走塁上げたんだ。ワンバウンドヒットになる。いや、わかんねえ。西川2塁を狙う。ランナー2塁でストップ。西川ツーベースヒット。あ、国樹がいる。ツーシームファースト狙い目だな。これへん少し振り遅れたか。でもまあ点にはなったからね。あれ、ナッチもいるじゃん。ロゼルージュシンカー気味に怒ってくるんだっけ。ロゼルージュって投げました。もう第3球を投げました。バッター追い込まれました。意識しすぎた。早くこれから4球目。打った、当たりだ。これは取られるか。やべた、取りました。ボールは中継。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。けー、最終戦の勝利で勝利はできず。秋季リーグ戦最終戦、勝利で締めくくることはできませんでした。最後炎上したんだけど、ここで終了か。こんな頑張ったのに。てかスカートさん評価大丈夫？はは、乾杯。ドラフト会議。まあそれより、ところで、ここは球団選ぼう。
まあ、選ぼうって言ってもロッテだけど。なるほど。でもここら辺絶対ないでしょ。あ、メガロポリス、しのぎくん。いや、3位。いや、まだでやんす。テーブル4位。5位。まあ、ない。6位。で、7位。いや、やんすやった、9位に入った。滑り込みだな。やっほー、プロ入りおめでとう。うん、大した能力じゃないからね。この景色を見られるだけで川の尾に来てよかったと思うでやんす。でも今年は幸せな気持ちで春を迎えられたね。野球部の存続も決まったし、君もプロ入りできたし。僕たちは卒業しちゃうけど、この野球部はタマネたちに託すよ。あれ、じゃあ1個下なの。任せといてよ。みんなで育てたこの野球部、今よりもっと強くしてやるからさ。来年にはわしらが前よりもさらに大きな花を咲かせてみせようではないか。年下だったんだ、知らなかった。あれ、そうだよね、お前卒業するんじゃないのかって。まさか木枯らし君がものすごい留年と浪人を繰り返してるという噂は本当でやんすか。え、じゃあ今年も留年。そんなわけないでしょ。木枯らし君はタマネ君と同学年なのよ。ここまで皆に誤解されておったとはな。すっげえおじいちゃんっぽいから、てっきりずっと年上だと思ってたよ。若い者には負けんとか言ってたしね。わし自身にも原因があったか。じゃがそれだけ風格があるということならば、そう悪い気分ではないぞ。ともかく木枯らしが来年も野球部にいるなら頼もしいよ。あなたたちの花がこれからどんな実をつけるのか楽しみにしてるわよ。そうそう、気持ちを切り替えて頑張ってね。お主たちも卒業か。うん、あれ、結局キャプテンは木枯らしか。お主たちに教えられたことも多かったからの。今日はこれまでの礼にわしから手向けの品を用意した。ではちょっと後ろを向いてくれんか。はあ、ジョーンって。よし、これでよい。おまじないの効果はあったようじゃな。おまじないなのかよ、しかも。ただのおまじないじゃよ、ただのね。心配はいらん。これでこの先の人生も大過なく送れるはずじゃ。これからも達者でな。そんなすごいおまじないなの。これからの人生ってあと何十年続くの。人生は一期一会。このような別れもまた経験じゃ。じゃがはあ、木枯らしを泣かせたの。木枯らしをいじめたら許せないんだい。心配かけてすまん、タマネよ。こやつと別れるかと思うと不意に寂しくなってしまったのじゃ。そっか、それなら気持ちわかるよ。俺もこないだ大泣きしちゃったんだい。すまんの、湿っぽくならんようにしたかったのじゃが。映っちゃったじゃないか。さっさと練習に行くんだい。タマネのためにも悲しんでおる暇などなさそうじゃの。うん、タマネは何も気にねえな。鉄人、俺怪我しにくさも極めたよね。鉄人取れっかな。レベル3のコツでもらえたからな。プロ入りおめでとう。くれくれ、経験点くれ。いつも一緒にいる人がプロになるなんてなんか信じられないよ。す
すごく嬉しい。どうだ、これからは俺がプロ入りして稲穂ちゃんを君に貢いであげよう。妹たちなんか君のことをいろいろ調べてすごく詳しくなってるよ。応援グッズとか作ってるの。妹たちも含めて養ってやろう。もちろんだよ。あ、でもそうなったら君を取られちゃいそう。妹何人いるの、第一夫妻アキちゃん、第二夫妻妹ちゃんみたいな。うん、稲穂一筋って言っても妹も稲穂だからね。だってそうだよ、団体職員になって農業の素晴らしさをいろんな人に伝えていきたいんだ。夢は理想のお米を作ること。まだまだ先は長いけど一緒に夢に向かって頑張っていこうね。お、くれた30か。定休室だ。ローボールヒッターもくれる。骸骨ありか。ではアイテムちょっと買えるのを買っておきますか。1個だけ買えるね。何か足りないかだな。能力アップ、いや足りないわ筋力多分。鉄人、あ取れるわ、せっかくだ取るか。定休室だは無理だよね、どう考えても。じゃあ定休室だ取った方が良くない、鉄人取るよりは。155あるから、あ取れるわ、定休室だとこっちの方が実用的だ。でちょっと補給上げとくか、やたら精神があるから。 C 守備 D にしとこう。でああ足そこそこか、 C あんのか。トリックスターとかね、電光石火とかもう絶対無理だね、経験点的に。あと何をあげるかって言ったらミートいけそうだな。ミートって意外にあげられるね。じゃああと肩 D にしとこう。 OK で、あとちょいちょいちょいだね。特能はもう無理かな、経験点的に。結構いろいろコツはつかんだけど無理なんて。じゃあ補給ミート、まあ、こんな感じですということで、まあ最初のねサクセスなんでこんなもんでしょう。あとやればやるほどね、いろいろこう種とかがね、解放していくんで、まあ、それが揃ってから強い選手を作るということになりますかね。であと他の大学もありますけれども、やっぱ1サクセス普通にやると超長いんで、次からはちょっとショートカットありでやっていきたいと思います。そんなわけで、まあ、ちょっとねサクスペとの兼ね合いもあるんで、2020のサクセス、まあ、他もねちょっとマイライフとかもいろんなモードもあるんで、まあ、どこまでできるか分かりませんけれども、まあ、せっかくパワープロ2020出ましたんで、やれるところはやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。